1体につき500ポイントアップする。俺の墓地に眠るチューナーモンスターは5体。よってスカーレットノバドラゴンの攻撃力は2500ポイントアップする。カードを1枚伏せ、ターンエンド。俺のターン。スピードワールド2の効果発動。スピードカウンターを7個取り除く。カードを1枚ドローする。チューナーモンスターマッハシンクロンを召喚。レベル1のロードランナーにレベル1のマッハシンクロンをチューニング。集いし願いが新たな速度の地平へいざなう。光り差す道となれ。シンクロ召喚、希望の力、フォーミュラーシンクロン。マッハシンクロンがシンクロ素材となった時、マッハシンクロン以外のシンクロ素材を手札に戻す。さらにフォーミュラーシンクロンのシンクロ召喚に成功したことによってデッキからカードを1枚ドローする。シンクロチューナー、奴を呼ぶ気か。クリアマインド。レベル8シンクロモンスタースターダストドラゴンにレベル2シンクロチューナーフォーミュラーシンクロンをチューニング。集いし夢の結晶が新たな進化の扉を開く。光り差す道となれ。アクセルシンクロ消えた。将来せよシューティングスタードラゴン。現れたなシューティングスタードラゴン。狙いはクリムゾンブレーダーか。だがスカーレットノバドラゴンの効果は自身をこのターン除外すればお前の攻撃を無効にできる。しかしそれは一度だけ。シューティングスタードラゴンはデッキの上からカードを5枚確認しチューナーモンスターの数だけ攻撃できる。